ドキした。あのね、さっきクークーちゃんが準備してくれた新しい衣装を試着したんだ。その衣装がフリフリでピンクでレースがついてたりしてね。とにかくすっごく可愛いデザインだったの。私、あんなに可愛い服って着たことがなかったから、自分の姿を鏡で見るとちょっと恥ずかしくて。でもね、ビエラのみんながたくさん褒めてくれたんだ。なんだか照れくさかったけど嬉しかった。こんな可愛い衣装を着るなんて想像もできなかったけど、いざ着てみると意外とありかもなんて思えちゃったりね。自分でもびっくりだよ。可愛い服ってまるで魔法みたい。苦手かもって気がしてたのに、いざ着てみると気持ちが高ぶってくるなんて。街にいるおしゃれな子たちも今の私と同じような気持ちなのかな。なんだかおしゃれ女子に一歩近づけた気がする。放課後お店に寄り道して帰ろうかな。よかったら一緒に行かない？